月曜日なんですけど、25日の月曜日からの昼から、140部屋椅子140部屋椅子だと、1レアル30円くらいなので、4200円くらいをこの1週間で使うことができます。で、まあ1日に1回ツイ、インスタグラムを投稿できるので、まあ、これから投稿してまた1日明日の昼12時までを見てまた、結果を出していきたいと思います。それで、皆さんこんにちは、今はですね、火曜日の12時34分です。で、昨日あげたですね、写真が女の子がバッティングをしている写真です。合計で62いいねをがありました。ありがとうございます。では62部屋椅子を、これから使うことができます。で、昨日の、月曜日が142いいねあったので142部屋椅子分使えたんですけど、昨日は、友達の、誕生日のプレゼントを買って、で、ご飯も夜ご飯をちょっとショッピングで食べたので意外と使ってて、計算したら114部屋椅子だから、3500円ぐらいだいたい使ったことになります。結構使いましたね。今は12時9分です。で、早速で3日目の、写真の結果を見ていきたいと思います。昨日は、プールに行った写真を載せました。この変な写真、これが134いいねを、獲得することができました。ありがとうございます。ムイトブリガーで、昨日が88ぐらいで、昨日は何ですか、買い物に行きました。スーパーに買い物に行って40部屋椅子ぐらい使ったので残りが40だったんですけど、プラスで、134部屋椅子入ったので、まあ、実際全然苦労しない値段だと思います。まあ、あの第1回の急にやってみた挑戦なので、ちょっとこれからまた、いろんな挑戦できたらなと思うので、引き続きいいねよろしくお願いします。これからあげます。チャオチャオ。昨日の結果をまずお話ししたいと思います。昨日はこっちで買った海で買った写真と偶然撮れた奇跡の1枚を載せたんですけど、それが102いいねありました。ありがとうございました。102なので102ヘアイス、を使うことができます。でですね、結構たくさんのいいねがあって、で逆に普段あんま使わないんだなっていうのを実感して、昨日とかもほぼ使ってないので、木曜日なんですけど、木曜日の、お昼の投稿は、まあ、お休みというか、まあ、しなくてちょっと様子を見ようかなと思います。ということでまた、チャオ。